今週もやってまいりました JSCA の試験追加振り返りコーナー。先日行われた試合は4対0で勝利し、2敗でリーグ戦を終えることができました。まず自己紹介をお願いします。2年の福井博です。1年岩田小麦です。2年工藤琴です。ありがとうございます。はじめにゆりの選手に聞いていきたいと思います。今シーズン初出場でしたが、どのように感じましたか？試合時間は長くありませんでしたが、ピッチに入るときみんなが優しく迎え入れてくれたので、安心してプレーすることができました。ありがとうございます。続いて小麦選手、途中から入り勝負を決定づける4点目を決めましたが、その瞬間はどんな気持ちでしたか？絶対決めるという強い気持ちでやったので、決められてよかったです。ありがとうございます。最後に琴子選手、無失点でリーグを終えましたが、守備陣で何か試合前に話したり共有したことはありますか？試合前から絶対に無失点で終わろうというと話しながら話していたので、危ないシーンもありましたが無失点で終わることができてよかったです。ありがとうございます。次は皇后杯です。応援よろしくお願いします。では今週も行きましょう。バモス、ジャパンサイ